ハーフウェイラインに沿って選手たちが出てきました。たくさん出ますように了解しました。あの実況っていうのはですね、あの選手のプレーの額縁みたいなものなんですね。地域を代表するという同じ関東リーグの仲間を僕らもやっぱりちょっと今日共鳴するところもありますんでね。赤のシャツに、紺のパンツですね、こちらがバンディ音声加古川です。はい、キックオフとなりました。東京23フットボールクラブボールで、ゲームが前半スタートしています。10番、11番、11番、11番、5番、クロスボール。おお、すごい、後ろから来たアーリークロスを縦に走って後ろにスペースを作った。そこにタイガーが走ってきた。この連動性が23の魅力ですね。多田井俊平、多田井俊平、小山優斗が左からえぐる。小山優斗中に入ってきた。カットイン、小山優斗ペナに入った。ペナ、まだ小山優斗がボールキープ。一旦下げるか。多田井俊平です。左足でクロスボール、加古川がヘディングでクリア。ハンドというアピールはそのまましてね、はい、あのカテゴリーはね選手が決めればいいね。そうです、はい、選手の伊藤、違うか、飯島から田村聡、あ、これ山本恭平、ハンドはそのまま逃した。飯島、渡辺隆史だ、来た。おー、今のは渡辺隆人への、11番の選手、右に開いている9番の選手につなぎます。外を走るのは何番だろう、分かんない。1人外に走った、中に入ってきた9番の選手。25番、一旦私中に行ってきた。1人がキャッチないですね。現場に来るといろんなものがこう感じとして分かります。シュート、戻した。おー、1人ですね。堀田が右に開いて、そこのスペースをリュウジが埋めています。タイが逆サイドの田村聡、ヘディング、飯島、おー、振り返りのシュート、飯島。切れかけてますんでね、それをちゃんともう一回集中を取り戻してほしいですね。バンディ音声が中に入ってきた。クロス、おー、シュート、おー、バンディ音声が決めた。先制したのはバンディ音声加古川。すごいミドルでしたね。吉田正樹、おー、いいプレーだ。シュンタ、クロスボール、ファー、打てる。小山優斗、さあどういう風に対応、なんとかするっていうのは大変ですが面白いことです。飯島、打てる。小山優斗、絶好の機会でしたが、小山優斗がアウト。コーチでしかポリバレントなプレーというのは非常に役に立ちます。さあパワープレーには、ハードディフェンスにはパワープレーで対抗しようじゃないか。飯島フリー、打てる。ガマちゃん、打てる。やったー、田村聡、追いついた。23追いつきました。後半33分、落ち着いてます。山本恭平がフリーでボールを受けた。外を走るのは誰だ、これはタイガかな。グラウンダーのボール、前後半40分、80分が終了しました。フリーが並んでるぐらいこう密集した状態でしたが、堀田周平、逆サイドに左で小林、馬場ちゃん、ヘディングで戻した。田村、大きさ、猪俣誠也、聖夜のシュートは枠のちょっと上でした。カウンターがあるのでね、あんまりこう上げすぎちゃう と、やられますね。サッペの中で、おー、ババちゃんハンド要求、これはピンチだ。おー、14番左の、14番の選手、一瞬の隙をついて、加古
横川ファー、ストーリーパンチング、延長後半0-0ですね。運命の PK 戦へとなだれ込みました。前半0-0、ワンビヨンセ、一緒か、0-0、後半19分、加古川、33分、吉田正輝、おお、いきなり加古川がそれを止めました。成功です。田村聡、決めた、成功です。おお、逆ですね。バンディオス2本目、あ、2本目も成功しています。おお、弾かれた。あ、これも逆ですね。シュート成功しました。おお、さあ何から話せばいいのかわからないまま、ここに拍手ありがとうございます。東京23残念でした。選手関係者の皆さん、そして実況さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。今選手たちはバックスタンド、目にかかると思います、目にかかると思いますので、一つまた実況隊よろしくお願いします。そして、東京23 FC、 ぜひもっともっといいサッカーできますのでね、皆さん生を見に来てください。ぜひ彼らのプレーを目の前で見てください。本当に、前者この3日間ありがとうございました。